皆さんと一緒に作っていくソラネットでございますけれども、はい、まあ5月も下旬で6月に近づいてきたんで、うんはい、やっぱり、ね、雨季が近づいてきてるんですよね。ちょっとね、心配なのが台風1号発生しそうなんですけれども<ー>これね福島県に影響しそうです、あかかりますかかか、りま、はいえー、どれぐらい影響するのかということ、はい、じゃあ接近したり上陸したりするのかも含めて後半6時30、恐らく8分ごろかな。 えー、このままでお願いいたします、はい、そして野間追いの話も今日はしたいと思いますまずは皆さんからいただいた季節の便り見てみましょうかうお花がビビットですねそうだから夏色になってきてますよねえまずはこの二ついってみようかな、はいえー、今日もハロが出現しましたハロ<お>っていうのはこの太陽の輪っかですよねうんリングがリングそして逆さ万代さんわ結構くっきりと山が見えております,す、ね、この二つのにまつわる天気のことわざから紹介したいと思います、はい、こちらです 山がよく見えると天気がいい、うん、太陽がかすかあの傘がかぶると雨になる<ー>あれちょっと2つ違うあの同じ景色なんだけどなんか違う明日の天気の言葉ばとからいいできて、ね、そうですね反対反対 <laughs> じゃあ明日どうなるのか <laughs> 気になりますこれ後でジオラマでちょっと説明したいと思いますねうこういうこともよくあるんですよ梅雨時っていうのは難しいから、うん、で今日は浄土平で綿杉が目立ち始めましたこれも今の季節ですよねす、えー、そしてズッキーニ、うん 美味しいしんだこれねパスタとかでもいいしサラダでもいいしねいいですねじゃがいもの花もね結構ねあの派手派手しくて<あ>結構きれいですよね,ですね、えー、そして派手といえばガザニアっていうあれなんだーー去年は一輪ずつ咲いてたガザニアが今年はまとめて開花<っ>暑さを予告するような暑を感じますうん,うん情熱的なんか。 これも朝から上着なしで過ごしやすいということなのでこれバラかなんかかな何なんでしょうかきれですねそして今日は気温が上がったんでクワガタちゃんが出てきちゃいました夏って感じもうそんな季節なんだ <laughs>、はい、今日は伊達市柳川で三十度近くまで上がりましたんで、はい、ねクワガタさんが夏が来たんだなと思ったんでしょうか出ちゃおうって、ね、そしてですねこれから出ちゃおうっていうのがあるんですよ <laughs>、うん、何かと言いますと <laughs> <laughs> ちょっとこちら可愛らしいですはい 昨日なんですがいわきのピースさんから毎日夕方に庭に出るんですが昨日は息子が月を見てオオカミになれるかなワオーンと言ってずっと待ってた1歳のおてんば娘もなぜか隣に立ってずっと月を見てたんだけど飽きちゃってちょっと1回離れます。 離れるんだけどやっぱりお兄ちゃんが好きだからまた戻ってきて一緒に見てた素敵ない。可愛いですよね。癒される。こういうあの日常の映像もねあのぜひ動画で送ってきていただきたいと思います。お兄は動かないの。動かないね。狼になったんでしょうか。さあこの後の月の情報なんですが実はですね月ので午後六時四十五分です。だから今は六時三十七分でしょ。は八分で全部。だからあの最後のですね朝天のところで。 満月紹介できるかもしれませんので,でチャンネルはこのままでお願いいい,願いしたと思ますあのもしかしたら曇っちゃってるかもしれないんだけど見れるといいなさあこれが明日のジオラマなんですが、はい、明日午前中、福島雲かかってますかかってないですかかってないですよね、うん、ただねちょっと気になるのがねこの冷たい空気の前面でできた雲なんですよ、はい、これがね明日の午後っていうか夕方にかかってくるのかな。おー だからまあ傘がかかったら雨っていうのももしかしたら言えるのかもしれないけれども言葉通り。ただね限定的です。今回そんなに天気の大きな崩れはないというふうに見ております。そしてこれよりもなんといってもこれが抜けた後なんですが、実は上空に冷たい空気が入ってきます。なので週末土曜日日曜日は晴れるんだけども空気は冷たいの。晴れても上空に冷たい空気だからなんて言いますか冷たい空気と晴れのいい なんていうか空気のブレンド感あー気持ちがいい心地いい感じになるのではないかというふうに見ております、はい、そんな心地いい天気で行われるのが、はい、い相馬のまおいでございますよ待ってました待ってましたですよねのまおいを始めたのって誰か知ってます皆さんえ？どなたですか <laughs> これね歴史の勉強でしたかもしれない大久保さん平野正門です、はい へ相馬市の祖先です<ー>でこの方が、まあ、あの千葉で始めてそれがまあ相馬に来たわけなんですけども、はいえー、明治11年に今の野間追いの原型である中村太田小高のです、ね、<ー>3社の祭礼として野間追いが始まったということなんですよね歴史が長いんですが実は開催時期がです、ねはい、いろいろ変わってます。 あの明治七年新暦になった後に七月一日から七月三日になったんですが、ここであるジンクスが生じます。この七月の上旬ってどんな天気になりやすいと思います？七月の上旬雨じゃないですか？その通りなんです。二日目ののまおいはザザハぶりっていうジンクスがあった。で、明治三十七年七月十一日から十三日になりました。でもこの季節もこの季節も雨？そうですよね。それでも悪天候が続くので。 昭和三十六年に七月十七日から十九日になりました。えー、はい。昭和三十八年のこれすごいな福島テレビ。野、うん、間尾いの様子。昭和三十八年の様子がありますのでこちらご覧ください。うん、海外にまで知られた県の誇る一大行事相馬野間尾いは七月十七日の出陣式で蓋を開けました。 カチュ姿の武者行列は街を練り歩き豪華絢爛の戦国絵巻を繰り広げましたそしてこの後祭りのクライマックス新規争奪戦は降り出した雨の中200機の馬が空中高く打ち上げられた新規を追って泥まみれの噴戦ですそうなんですよ<い>7月17日から19日にあの変わっても雨に見割れちゃった。<laughs> ということで、その後またですね7月23日から25日に変わって<ー>そして震災の後にですね7月の最終土日月になりました、えー、ところがこの7月の最終土日月曜日っていうのは最終だから、うん、去年の野馬追いの様子ご覧ください。ていうか、ガンガン照りなんですよね。えー でどうなったかといいますと馬って実は、ね、さに弱いんですう人が95人熱中症などで救護されたんですけど大、はい、馬さんも112頭が救護されて。 うちですね二頭がなくなってしまったということが起きたんですそこでどうしたのかというともう皆さんご存知の通りえ執行委員会が猛暑による人馬への負担を考えて今年から5月最終土曜月曜に変更されたということなんですよねそうですねさあそれでは今週どうなるのか天気去年すごかったでしょ暑い35.2度ですよわあカンカン照りです猛暑日なんですけども日程変更1年目の天気は暑さは どうですか。はい、<ー>最高の天気ですよ。こう見るといい天気ですね。実は今が最も年間で日照時間が長いので、うんはい、この季節にやっぱり開催するっていうのは大変いいということになります。いい最高ですね。で、そこでです。はい、のまおいにたくさんの人もやってきます。しかも、うん、のまおい号特急予約状況です。です日曜日なんと600席すべて満席。もう期待感が。 大きいんですよね。ねえでホテル西山さん南相馬店、はい、こちらでございます。土日と満室。わあ県外からいらっしゃるのか。今年は約9割が県外からの客。本当だ。すごい盛り上がるんじゃないか。盛り上がりそうです、ね、天気も最高でございますよ。うん、さあ週末にかけて天気はどうなるでしょうか。明日の天気です。 日中ちょっとね北寄りの風がやや強めですこれ海風じゃないからつまりね温風なんですよ浜通りも気温が上がります明日ねあの野間追いの準備などされると思います熱中症だけ気をつけてくださいね中鳥の北部です朝の冷え込み弱いですで弱い分上がり方が強いので昼は三十度超えてきますので何箇所かありますね今週一番暑い一日ですねそして中鳥の中部ですはい えもう午前は快晴です明日も最高の洗濯日和、うんはい、ただ午後次第に雲が多くなりますけども、えー、傘の出番はありませんあれじゃあさっき冷たい空気の雲の影響、はい、どこを受けるのかというのは後ほどちょっと見せたいと思います、はい、中通りの南部ですここも大丈夫です、うん、青空からミルキースカイに変わりますけども雲に厚みはありませんそして浜通りですこちらが雨なんですよねえ響出、えー、会津地方は夕方から夜の初めにかけてちょっと弱い雨が降るのではないかというのが私の見立てでございます、はい さあそして今週の災害リスクなんですがズバリこちらでございます台風一号が発生、うん、その後北上来週火曜水曜頃福島県に影響しそうなんですけれども、はい、えっと土日はいいですよ高気圧圏内でしょそうですねところが月曜日前線が南下してきます<や>そしてここに台風がほら見えてきた北上してきますき、はい、で、この台風のポイントなんですが、はい 二つのシナリオが考えられます、うん、前線が抜ける前に台風が接近した場合は火曜水曜大雨になる、はい、前線が抜けた後に台風が接近すると大雨リスク低いんですけども現段階では私一番の見立てをしました前者ですねなので週間予報こう作りました、はい、まだわからないですよ、はい、ただ火曜の号から水曜日にかけて強い雨の降る可能性が台風一号で出てきます台風は上陸はしないと思いますので、うん、その点は安心していただきたいと思います、はい 一区はこちら野間追いの準備はがいくさつきバレ福テレソラネットでした